イカメタルゲームのタックルを流用して手軽にチャレンジできることから注目を集めているバチコンゲーム。メインターゲットはアジで、時には30センチオーバーの両肩がアタックしてきて、とてもエキサイティングなファイトが楽しめる。今回は関西を拠点とする村上春彦がイカメタルゲームを交えながらバチコンゲームに挑戦する。今回のルアパラ九州 TV は限界灘のバチコンゲームをお届けしています。はい、おはようございます、村上です。今回も、前回に引き続き、ハピネスさんにお邪魔してもらってます。で、イカ釣りの船なんですが、ちょっとアージングを真剣にやってみようと、思います。バチコンね、それをやって実際どうなるのか。なんかね、今まではよく釣れてて、ちょっと釣れなくなったって言ってて、あまり誰もしなかったみたいな感じなんで、なんかね、なんかいい出会いがあるんじゃないかなと思います。で、一応バチコンなんで何が来るかわからないので、それも楽しみなんで頑張ります。あと釣れなかったらすぐイカやりたいと思います。はい、なんかね、ちょっと前にあって塩がね、なかったんですよね。で、塩がないと糸が吹けないんですよね。その時に短い仕掛けで立てるのか、長い仕掛けで漂わすのか、ちょっとどっちかわかんないんだけど、まずはね、長い方にしておきます。ナンバーワンの方ね。で、塩がたるいので一応食わなかったら面白くないじゃないですか。なので、ハリス2号を選びます。多分ね、食い出したらね、もう3号でも4号でも食ってくるんですけど、まずは弱気に、ハリスを細くします。船長、すみません、今日ね、はい、イカは二の次で、はい、ちょっとアジやりたいんですけど、いいですか？あ、大丈夫、大丈夫、大丈夫です、はい、だそうです、はい、一応ね、皆さん断ってくださいね、ちゃんと船長にね、船によってはね、ダメな言うところがあるので、この船長は OK です。はい、釣れるかどうかは知らないですよね。一応ね、はい、昼間アジ釣りポイントの近くにある流してるんで。あ、今日良き計らいがあるんですね。良き計らいが、はい、あります。じゃあアジング頑張りたいなと思います。はい、今回最初に使う仕掛けタイプ1はこんな感じね。シンカーがあって、シンカーから上がだいたい60センチぐらい、ね、で、枝巣が30センチぐらいで、上もそうで、この間が60センチぐらい、こんな仕掛けです。だから全長がこの竿とぴったし、ライトゲームオフショア2が7フィートなんで、これとぴったしぐらいです。こんな感じね。はい、行きます。ではでは、はい、この抜け駆けロケットというシンカーを使うんだけど、これがね、軽く斜めに入れると着水したところよりも向こうに行くんでね、最初すごく絡みにくくなる。うん、潮が動かないのはすごく気持ち悪いな。でもね、イカやわ。イカが僕の針ないから安心して抱いとるわ。あかん、吸ってやりたなるな。味しめてるね、気持ちよさに。よっしゃ、来たね。来た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 、ほんまもんやこれ。おお、一発目から来るぞ。いいね。ちゃう、糸よりや。なんだ、えらい最初の日だけどな。はい、糸より来ました。いい、可愛かったね。はい、おい、こいつはサビキ的、サビキ的の認知グロー。
さあ下で食ったね。ああ今思うと、うん、この竿楽やね。オフショアするね。一発目の諸条策だけあるね。何でもロッドだけあるわ。あのイカメタルもこの雑い感じこっちの方が楽やもんね、うん、昨日使って思った。船の上でただ一人味狙いの村上、周りで盛んに釣れているケンサキイカがどうしても気になる。ちょっと一遍やってみたろうか。はい、すぐ浮気ですね。持ってこんとこうと思ったんですよ。だからでも無理でしょ持ってんのに。よしやろう。よしじゃあちょっとだけやりますか。前回楽しかった吸って単体、あの早く納得するために先にやっていこう。はい、抜けがけ吸って15号、前回良かった赤チャート、これね。そう簡単には釣れないでしょ。だって寄ってからやれば全然いいんだもんね。なぜじゃあこれをするかというと、あのバチコンの釣りよりも動作が忙しいじゃないですか。また採掘なんでこれでやろう。はい、ロッドはライトゲーム、オフショアイカメタルの極難、P04 です。今日はね、でリーダーが2号8ポンド。やがて船に明かりが灯ったところで本格的なヨダキの釣りがスタートした。すると来たよ、来た、嬉しい。やっぱりイカも楽しいな。そこべったり、そこから20センチライトつけて途端のタイミングやね。ライトがついたのが効くとかじゃなくて、ライトがつく頃の時間帯。よいしょ、ういー、釣れました。はいよ、 OK、 もうこれは釣れるね、うん、さあボトムで同じことができるか。そこから20センチ。果たして50メーター下でこのシェイクがどれぐらい効いてんのやろ。でもね、でででででとは言うてるはずやからね。よし、アジ釣りしよう。もう一個おもり具をやってからやめよう。おもり具に切り替えて釣りを再開した村上。するといきなり、あ、乗った、両家。さあ今回はおもり具も投入して一応アジを狙いに来てます。おう両家、よいしょ、えい、釣れました。キビコの 2.5 号、いいっすね、両家ですね。はい、一応ね、今おもり具用のキビコを作ってるんだけど、これでいいんちゃうかなと思うんでね。今 30m ぐらいベイトハンドで30から40ぐらい。おお、よっしゃ、乗った。30から40ですね。さあおもり具できました。さてじゃあもう釣れたし、ちょっとワームやってみたいと思います。ちょうど船長のコールで30から40ぐらいにベイト反応ということで、はい、ちょっとこいつはちっちゃいけどあえて置いておきます。よし、じゃあワームにします。今日はね、あのワームにすぐ帰れるようにここ一定スナップで、はい、やってます。で一応この
リーダーね、普通はオモリグの場合はね、4号とか使うんですよ。今、ワームを意識してたんで、2号にしてました。フックをつけます。はい、太軸金針。0.3g。はい、ちょっとアジじゃないものも釣れるかもと思ってやります。2.8 インチバルキースパテラ。はい。さあ、そこから行きます。はい、ボトムつきます。カウンター65。今8メーター上。1、2、3、4。さあ、ベイトフィッシュに入ります。よし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 、来た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 ぞ来たぞ来たぞ、おーしよ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 し、なんだなんだなんだ、なんやなんや、サバか、どっちや、アジっぽいぞ、アジっぽいぞ、アジっぽいぞ、お、アジ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 、よっしゃーよっしゃ、来た丸アジ、うい、釣れました。丸アジ、丸アジの特徴はここね、尻尾がぴょこってあんのね、尻尾というかヒレが、これが特徴です。はい、ワームはバルキースパテラの 2.8 インチ、カラーはアジンググリーン。見てこれ、イカが噛んで食われてますわ。シャグシャグやってますわ、イカが。はい、オッケー。ケンサキイカに心を奪われつつも、ようやく丸アジのあたりをキャッチした村上。後半戦、さらなるヒットシーンにご期待ください。今回のプアパラ九州 TV は限界灘のバチコンゲームをお届けしています。ちょっとね、バチコンのナンバーワンの方に、タイプ1か、タイプ1の方に下駄履かして、中層に浮かしてます。はい、それはボトムのこのちょっと浮いたところで、変に動かないように最初から下駄履かしてるって感じ。どういうことかというと、中層でゆっくり巻いて上げていくでしょ。すると船の揺れでこう揺れちゃうのね。それが今日はない方がいいかもとちょっと思ったんでやってみた、ボトムでね。で、上はもうしゃあないんで、下の時だけベタ底では、まあアジ食わへんと思ったら、だいたい2メーター上げるっていうのがどこの水域でもまあまあいい時があります。で、完全ベタ底、まあ昼間とかね、完全ベタ底もあったりするんだけど、基本的にはすぐ浮いてくるんで、アジボトムを放ってても2メーターなら食い上げてくれると思う。で、まず、およっしゃよっしゃ、そこで食った、マジか、これ本物ちゃうか、よし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 、本物やぞこれ、おお、これ丸あっちゃうやろ、よし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 、来たぞ来たぞ来たぞ、水深56メーターから、ボトムから、なんだなんだなんだ、あ、サバやぞ、あ、アジアジ、丸アジ丸アジ、よっしゃー、イエイ、丸アジゲット、丸々の丸アジです。オッケー、やったね、スパテラ。下のジグヘッドの方食いましたね。今釣れたのはノーマルのね、スパテラの 2.5 インチ、カラーはチャートレインボー。で、今ちょっとピンクに変えます、バルキースパテラのピンクで、上はそのまま、スパテラの 2.5 インチのアジンググリーン。うわ、ちょっと嬉しかったね、ボトムついた瞬間やったね。いいぞ、さあちょっとずつ巻いていきます、上に。おお、食え食え食え、よっしゃー、え、なんであれのあの辺りで食わへんの、食い上げたのに。お、当たってる当たってる当たってる、来た、え、かかってる、かかって、え、なんやろ、なんかついてる、
はアジ。アジです。今日の初のマアジがこれですわ。かわいいやつ。オッケー。続けて狙っていると、おー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 おお、これマアジちゃうか。小アジの群れか。よし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 、アジアジ来た、アジ来た。これはどっちや。ちょっと待ってよ。マアジですね。ちっちゃいけど。はい、釣れました。ここへ来て小アジが釣れた。ジグヘッドじゃない方食ってるね。オッケー。さあ、おるか。まだおる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 。よし、あ、ええの来た、ええの来たぞ。おおおし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 、やばい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 。よっしゃよっしゃ、2つ来た2つ来た。両方サバかこれ。よっしゃ、下はアジ来たで。上なんやろ。上サバやな。丸アジ、丸アジやな。ええぞええぞ。さあ、丸アジバンバン釣ろう。さらに続けて。いや、変わってる変わってる。これアジの、マアジのちっちゃいやつやろ。よいしょ、ほら、マアジのちっちゃいやつ。はい、釣れました。船に乗ってちょっとちっちゃいけどね。今日は嬉しい。さあ、釣れてるうちに釣りましょう。あれ、アジのマシなやつも来るかもしれないでしょ。下のジグヘッドも異常なし。オッケー。ほら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 、イカか。これはこれイカだ。よし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 。基本はあのバチコンは、まあ、テクニックも多少あるんだと思うんですけど、僕自身はもうテクニックを求めることなく、簡単なアジを釣る。で、その時に効率よく、まあ、アジにアピールできるような仕掛けが、だからバチコン仕掛けで、それがオートマチックに釣ろうと思ったら、柔らかい、割とこういうね、しなやかな竿がいるので、このライトゲームオフショア2がちょうどいいね。サバでした。はい、ジグヘッドに変えた途端でしたね。はい、サバで、今日なんかはイカ釣りの船でやってるんで、船長が何だろう、イカが釣れそうな指示棚を言うたりします。でも僕がやってるのはアジなので、それはもう自分で探る感じ、上から下まで。で、イカが釣れてる層の、挟んで上か下、うん、そこがいいと思います。50、この辺がだから1回目のイカ挟んだエリアやね。おっしゃ、来た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 、ひったくってた。ほら、イカの下の層で当たりましたよ。あれ、バレたか。あ、バレた。よっしゃ、もうかかってる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 。分からん。よし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 、どちらどちら。なんだなんだなんだ。あ、マアジや。マアジ来た来た来た。小さいね、でもね、マアジはね。よっしゃー。あ、でもこいつは太い。さすがアジンググリーンというな、いうだけあってアジ釣れますわ。オッケー、よいしょ。はい、今度は上は 2.8 インチバルキースパテラで、下が 2.5 インチ、さっき釣れてたやつね。じゃあ、これでいきます。おっ、よっしゃー、ほら来た来た来た。25円。おおおおおお、これどっちだ。丸アジか。おおおお、行く行く行く。サバか、アジか。アジ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 、あー、アジやね。よいしょー。やっぱりでかいフォーク出るね、ワーム。
はい、釣れました。丸々の丸アジ。OK。ずっと今バルキースパテラです。餌持ちがええというか、はっきりした当たりが出るんで、イカにカジカジやられても芯が残ってるから。あれ不思議なのはイカは尻尾噛まないでね、一番太いとこ噛むよね。まあルアーというか魚で言うたら首筋を噛んでるイメージなんやろね、多分。ワームの尻尾噛んでるのほとんどないです。まあ見ても出ても分かるように、ほとんどなんか誘ったりすることなく、もうワーム任せ。棚を聞くぐらいじゃん、こうやって。よっしゃ、来い来い来い、来るぞ来るぞ来るぞ。よっしゃ、来た。 50m ラインにアジの群れがあります。もう入れ食い。よし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 、いいぞいいぞ。お、でかい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 。よっしゃー、うー、いいね。よっしゃ。ということで今回とりあえずイカもやってしまいましたけど、本命のバチコンですることができました。はい、皆さんも一回やってみてください。イカの船でやるときは船長に聞いてからやってください。今回はバチコンの巻でした。イエイ。やめようゴミのポイ捨て。マナーも腕の内。おはようございます、釣りからポイントの加藤です。さあ本日はイカメタル&バチコンゲームということで、もう夜のお人は楽しいプランということで、もう楽しそうでしたね。やはりもう北九州でもですね、やっぱりイカメタルの後のバチコンゲームってすごく流行っててですね、やはりもうなかなかこんな味が釣れるところってないじゃないですか。なのでオフショアではですね、もうぜひイカメタルの後のバチコンとかぜひやっていただきたいなと思うんですけども、今回ご紹介する商品がですね、夜釣りということで、夜に非常にですね、活躍する商品持ってまいりました。それがですね、こちら、XOX の偏光グラスシリーズなんですけども、こちらはナイトレンズを採用した機種になります。で、ですね、店頭には種類豊富なXOX のですね偏光グラスシリーズたくさんご準備してます。で、ですね、こういったレンズ色、グレー系のレンズ色を中心にですねラインナップされておりますので、非常にですね自然な色合いで、見えることができます。で、こういったものからちょっと変わりだね、一見普通の偏光グラスに見えて、巻き巻き巻きとですね、このようにコンパクトに折りたたみができる偏光グラス。そして今回ご紹介するですね、こちらのナイトレンズ、いろんな種類がですね今ポイントの店頭に並んであります。で、夜ですね、こういったレンズ最近ですね流行り始めておりますけども、こういったナイトイエローというレンズ色になるんですけども、非常にですね常夜灯の周りで釣りをする方、特にアジング、エギング、シーバス、いろんなナイトゲームあるんですけども、常夜灯周りで釣りをするのにですね、非常に快適に釣りをすることができます。でさらにですね、このレンズもですね、傷が入りにくいようにですねハードコートをしております。そして、さらにですね水しぶき、どうしても魚が釣れてですね、写真撮ってるとバチバチと暴れて水しぶきがかかることも多いんですけども、水弾きがいいように撥水コートもしてありますので、非常にですね低価格ハイコストパフォーマンスの偏光グラスになっております。で、オフショアの釣り、夜だけではなくてですね日中もですねやはり船からですと非常に海からの照り返しが、きついので、ぜひですね目の日焼け対策という面でもこういったですね偏光グラス便利になっております。で、目を守る上でもですねもう必須アイテムとなっておりますので、ぜひこちらいかがでしょうか。